アドミンさん、スピライトインダストリーに関する資料こちらに置いておきますね。いえ、お役に立てて何よりです。では私はこれで、何かあればいつでも呼んでください。そうだな、パッと見た感じはごく普通のエイジム製造会社といったところか。創業者であるモルガン・スピライトは最初鉄鋼業を営んでてな、業績が安定すると本社をノイハンサーの新興産業地域アルライトに移転した。そして当時起きていたトランジストブームに乗じて急成長を遂げたんだ。その後十分な資本を得ると、スピライト家は長い時間をかけて周辺のエイジム研究企業を次々と買収して、本格的にエイジム産業に手を出し始めた。んで、人を集めて技術革新を起こし、何世代にもわたる努力の末、ノイハンサーの市場を占有する三大企業の一つにまで上り詰めたっていう立派な企業さ。けどな、そんな順風満帆な道を歩んできたにもかかわらず、3年前にいきなり評判がガタ落ちしちまったんだよな。政治家に賄賂を渡してるって噂が時々出回ったんだ。そんでそいつが収まりかけたところで、ノイハンサー全土に知れ渡るほどの暴走事件、エイジムクライシスが起きた。スピライト社製のエイジムが勝手に道路を歩いてたり、店のガラスを叩き割ったり、停車中の車をチェーンソーで切り刻んだりってな。だが一番シャレにならなかったのは、暴走状態に陥った大量のエイジムが商業施設や住宅エリアになだれ込み、人間相手に無差別攻撃を仕掛けたってことだ。そしてこの事件で最も注視すべきポイントは、これだけの打撃を受けても事業を撤退せず、それどころかこの2年の間に競合他社をはるかにしのぐほどの高度なエイジムを市場に出し続けてきたってところだ。そのせいで民衆も企業も新型エイジムの利便性に抗えず、世論に流されるまま事件を忘れる奴が増えていったってなわけさ。ないない。てか怪しいといえば、会長の友人もかなり怪しいぜ。この2年の間にあいつの評判も天地がひっくり返ったかのように好転したんだ。今じゃやつはノイハンサーのライオンなんてもてはやされてるし、スピライト社なんか経営危機から見事な復活を遂げた企業モデルとして業界から注目されてる。でもな、そのためにあいつが何をしたかについては公の場で一度も口にしたことはないんだよ。妖艶の力、権限せよ。任せてください。一、捕まえてみなよ。はい、やりました。一気に片付けちゃうぞ。敵、それ当たって、全員それそこそれ、ノーリーでした。食べました。
たね。あなたを守れてよかったです。くそ、ネズミみてえにちょこまか動きやがって。向こうの火力と耐久力は申し分ありませんけど、でもちゃんと使いこなせてはいないみたいですね。オシリスちゃん見て、あいつの膝の裏装甲がないよ。私が注意を引くから、その隙に攻撃して。わかりました。おとなしくくたばれや。オシリスちゃん、今だよ。はい。二人ともすっかり立派になりましたね。そんな、隊長までやられるなんて。ってことはこれ逃げるしかないんじゃね。なら俺は先にずらからせてもらうぜ。ああ、まだ話は終わってませんが。言ってることは全部話したってよ。では詰め所まで案内してください。そのEさんとやらが不在かどうか自分の目で確かめますので。いや、それは。おめえら何遊んでんだ。おオールヘイムの兄貴、やっと来てくれたんすね。ネズミが忍び込んだのは2号棟って話じゃなかったか。で、関係ねえ場所でボコられ。てぇ、おい、やめろ。鼻水つけんじゃねえ。離れろ。いや、聞いてくださいよ、兄貴。侵入者は2号棟だけじゃなく、こっちにもいたんすよ。こっちにも？私たち、今朝の件を調べに来ました。E さんという方がどこにいるのかご存知ですか？大隅洋蛮。あら、俺の気が変わる前に出ていくんだな、身の程知らずが。あなたたちはスピライトに雇われたセキュリティでしょう。もし有用な情報を提供してくださるのであれば、コルグの裁判で減刑が認められる可能性もありますが。お前らコルグの人間か？正しくはその協力者ですけど。ちょっと何がおかしいの？おい、聞いたか？コルグの協力者だ。コルグの名を出しときゃ俺らがビビるとでも思ってんじゃねえだろ。だったらよく聞け。俺らアイアンチルドレンはコルグなんざこれっぽっちも恐れちゃいねえ。それどころかいずれ奴らをぶっ潰すつもりでいるぜ。何を言ってるのこの人。おい。はい、なんすか兄貴。この前ボスが廃棄場から持ち帰ってきたもんがあった。今、すごく不穏なお話をしてませんでした？あちらの方々。ええ、これからかなり面倒なことになるかと。
妖艶の力、権限せよ。この生かした一級品、存分に楽しみね。降参ならいつでも受け付けるぜ。システム起動に失敗しました。最後に登録された命令を実行します。侵入者排除。うわー、あの大物こっちに向かってくるんだけど。気をつけてください。これまでのエージェントとは訳が違うみたいです。大丈夫、任せてやれる。やりました。はっ、やばい。その罪を告認します。できる。ゼロキラー一件。やっ、やっ、どいてどいて、払うから。やれる。お願い。勝てましたね。あなたを守れてよかったです。よう、ゼロワン、ちゃんと仕事をしてくれたそうじゃないか。その登場の仕方を見ると初めて会った頃を思い出すよ。確かあの時はお前にナイフを突きつけられていたっけな。お前がここまで追い詰められるのは珍しいな。上の状況は下に比べたらおままごともいいところね。ほう、ずいぶん連中を評価してるじゃないか。まあね。それで余裕ぶってるところを見るに、そちらの調査は順調なのかしら。時間を稼いでくれたおかげでな。だが、どうやらバレちまったみたいだ。は？いやー、まさかこんなに早く気づかれるとはな。しかも汚れ仕事まで強要してきやがるた。これじゃあすんなりおさらばってわけにはいかなそうだ。たく、困ったもんだぜ。イーさん、あなたね。そんな目で見るなってな。とりあえずそのナイフをしまえ。確かにバレたのは事実だが、別に調査が失敗したとは言ってねえぞ。どうやらここでやってる改造は俺らの体の件とは無関係のようだ。つまり無駄足ってこったな。けど収穫もあった。俺らがレイのエイジムみたく発狂して人を襲うことはねえって収穫がな。本来の目的を忘れてはいないでしょうね。
もちろんだと思う。俺たちの大事な目的だからな。私の時間を無駄にしたツケはきちんと払ってもらうわよ。ったく、おっかねえ女だぜ。妖艶の力、権限せよ。任せてください。えい、その罪を刻印します。できます。私はやれる。ゼロキラ、ぜいけ、やあ、ふっ、えそこ行きますよ。ぜい、それやっ、当たってギリギリでした。やあ、はい、出ましたね。あなたを守れてよかったです。妖艶の力、権限せよ。はい、行きます。出ましたね。あなたを守れてよかったです。フォーマット完了。新たなアドミニストレーターを登録中。登録完了。友人スピライトをハルファスの新たなアドミニストレーターに認証します。システムの最高権限を異常。あの石頭め、危うく私の計画を台無しにされるところだった。私が利用されているだと、ふん、勘違いも甚だしい。システム権限異常完了。ご命令をどうぞ。地下にいるエイジムの数を集計しろ。それと制御権限を私に回せ。ただいま集計しております。しばらくお待ちください。友人、驚いたな。どうしてここに。君にはエイジムの移送を任せたはずだが、もしこのことがバレたらどうなるか、それは私よりもよくわかっているはずだろう。口の聞き方に気をつけろ、ノビク。なんだと。今我々がどういう状況に置かれているのか、それを理解していないとは言わせんぞ。君こそ理解しているのか。確かに私はこの場所を貸しはした。しかし所有権まで渡すとは一言も言ってないぞ。スピライトインダストリーは私のものだ。おい、何をするつもりだ、友人。ハルファス、そいつを捕まえろ。君は確かこれを
生産管理を統括する AI だと言っていたな。だがその正体は制御権限を奪うためのスパイウェアだ。まさか私がそれに気づいていないとでも思ったか。アルファス、こいつを処分しろ。かしこまりました。セキュリティシステムを起動します。待ってくれ。ノービーク、これでも私は君と、そして君の背後にいる者に感謝しているんだ。我が社を助けてくれたことにな。その礼として君を丁重に葬ってやろう。ふん、丁重に葬るね。ん？ハルファス、何をしている？早くやれ。一体何が起きているんだ？ノビク、貴様、何をした？まさかハルファスにフォーマットしようとするなんて、こいつは傑作だな。ああ、もういいぞハルファス、演技は終わりだ。まったく、あの方の目がなければこの場であなたを殺すところでしたよ。おいおいおい、仕事に私情を挟むのは NG だろう。そんな、ただの AI じゃないのか。まあ長いこと AI のような話し方をしていると自分が何者なのか忘れかけることはありますがね。しかし人間ごとき下等生物にこき使われるのもそろそろ嫌気がさしました。貴様らは何者なんだ。無駄話はここまでにしようじゃないか。それとも長くここにいたせいで人間との会話が恋しくなったかい。危なっ。一体何をしようというんだ。表の仕事には私が必要不可欠のはずだろう。確かにその通りだと思う。とはいえそれも今朝の出来事が起こるまではの話なんだけどね。いや、本当実に惨めだな友人。私の指示通りエイジムの移送に徹してくれればもう少しだけ長生きできたというのに。命令を受信しました。なんだ、やめろ、来るな、私に近づくんじゃない。ここは私の会社で私がここの主なんだぞ。指定された配置につきました。これよりターゲットを排除します。ああ、そうそう。もう一つ秘密を教えてあげよう。貴様！今の君のように怒りと絶望が絡まり合い同時に凄まじい無力感に満ちた人間の表情、私はそれが大好きなんだ。何十年も寝かせたワインですらこの味は出せない。ノベク、目的を見失っていませんか。大丈夫、ちゃんと分かっていると思う。覚醒シーケンスは起動済みだ。移送が間に合わないのならこの機会に兵たちの実力を見ておこうじゃないか。あの方の許しも得たことだしね。
場違いなネズミどもに最高のもてなしをしてあげるとしよう。妖艶の力、権限せよ。はい。伝説のままのために。当たって。できるよ。やりました。それ、どうです？その次に確認します。せい。やっと追いついた次、開始。やっ。ゼロ式だ。勝てましたね。あなたを守れてよかったです。機械依存症、被害人内、再起動失敗。はぁ、やっと止まった。見た目はボロボロなのにかなりしぶとかったね。内部構造は今まで見たどの個体とも異なります。まるで最初から戦闘用として作られていた、そんな感じでした。どうしてここにこのようなものが。ああ、くそくそくそ、なんでこうなるんだよ。せっかく使えそうな不良品を見つけ出したって、てめえらよくも。不良品ですって。ということはこのようなエイジムは他にも。このエイジムはどこで見つけたんですか？よく聞いてくれた。それはな、ボスが廃棄場に泊まってたスクラップ回収車の中から見つけたもんだ。バカ野郎、素直に答えてどうすんだよ。あ、やべえ。先ほど見かけた製造ラインではこのタイプは見当たりませんでしたけど、ひょっとしてスピライトが秘密裏に作ったものだったりします？んなもん答えるわけねえだろ。こうなっちまった。死ぬ覚悟はできてんだろ。結果は分かりきっているというのに、まだ私たちに挑むつもりですか？おいおい、俺を不良品と比べられて困るぜ。でも兄貴があのゴミと模擬戦やった時はどっこいどっこいでしたよね。許せ、俺はどっちの味方だよ。とにかく手加減はしねえぜ。アイアンチルドレンの本気ってやつを見せてやるよ。あ、そのセリフ、いわゆるフラグってやつですよね。私知ってます。ちょっと緊張するけど頑張るよ。うら、これ以上好き勝手はさせねえぜ。まさかこの程度か。
オシリスちゃん、一緒に。はい、ベロお姉さん、これで最後だ。完全勝利。私の活躍どうだった？